白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。はい、今回のテーマです。今回はオプティムですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、オプティムという企業なんですけれども、まあずっとですね、まあ少しずつ少しずつ株価が上がっていってですね、まあ昨年2020年度にですね、上場来高値を記録して、まあ、そこからはまあ全体的には下落傾向という形で推移してきています。はい、ということで、まあこれまでの経緯ということなんですけれども、まあ2014年10月22日ということで、まあ約7年前にですね、まあ上場しているということで、まあ実際は株式分割しているので、まあこの金額ではないですけれども、まあ今の発行済み株式総数で修正すると、まあ一株当たりが543円の価値だったということですね。で、それがまあ昨年2020年8月14日にまあ上場来高値を記録して3840円になったということです。そこからですね、まあ、特に今年2021年の4月から8月にかけては、まあ、4ヶ月間ずっと、まあ、下落傾向であったということです。なので、まあ、20年が、まあ、株価としては、まあ、ピーク で21年は下がってきているという状態です。はい。で、まあ、今回の株価予想の基準はですね、10月13日15時の終値、ね、1903円を基準にしています。はい。では株価予想ということなんですけど、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい。まあ、下げ止まって横ばい傾向というふうに見ています。まあ、直近4ヶ月ずっと下がり続けていたんですけれども、まあ、やっと下げ止まっているという感じです。はい。よって、ま、今後もですね、1800円から2000円の間で横ばいが続く可能性が高いというふうに見ています。はい。では、長期ですね、6ヶ月以降ではどうなのかということで、まあ、長期を考える上で、まあ、改めてオプティムという企業についてですね、まあ、学びを深めていきたいと思います。で、まず社名の由来なんですけども、まあ大きく2つの名前から取っていると、単語ですね、言葉から取っているということで、まあ、1つはオプティミズムという言葉、まあ楽天主義のオプティミズムですね。で、もう1つはオプティマイズということで、まあ最適化ということで、まあこの2つの言葉からですね、社名をつけたというふうになっています。はい。ということで、まあ、オプティムということで、まあ、スマホなど端末の一括管理サービスをクラウドで提供、円滑サポートも展開、保有特許豊富ということで、まあ、たくさんの案件を手掛けて、まあ、たくさんの技術を保有し、そしてたくさんですね、特許を申請しているという、まあ、そういう企業になります。はい。で、まあ、たくさんですね、まあ、実際はこう、製品、システムっていうのを開発してるんですけれども、まあ、一番の主力製品は何かっていうと、まあ、この携帯管理システムという、システムですね、まあ、オプティマルビズという、システムになります。はい。これはですね、まあ、遠隔でスマホを管理するというシステムで、まあ、はっきり言って個人の方がですね、まあ、使うシステムではないということですよね。なので、まあ、あくまでも法人が使うということで、まあ、なので、まあ、オプティムは B2B ですね、ビジネス2ビジネスということで、法人が顧客ということです。なので、法人顧客が使うシステムっていうのを、まあ、開発し、納品しているということですね。はい。これはですね、まあ、結局、会社の、まあ、社員の方々、とか、従業員の方々っていうのは、まあ、法人契約のスマホとか持っていたりするんですよね。要するに、まあ、プライベートの自分のスマホではなくて、法人が、まあ、契約して、いる、まあ、スマホっていうのを、まあ、業務時間中とかっていうのは持って、それで仕事をすると言った時に、まあ、もちろんね、その会社員の方々が全員ですね、毎日、会社にいるわけではないということで、まあ、例えば営業の方だったら外回りをするってこともありますし、もしくはですね、その会社の法人契約の会社用のスマホっていうのを、まあ、自宅に持ち帰って、まあ、それでなんかね、自宅とか別の場所で仕事をするとか、まあ、スマホを使うとか、まあ、いろいろあり得るわけですよね。で、そうすると、まあね、個人のプライベートのスマホを、まあ、どういうふうに使おうが、まあ、それは個人の自己責任ですけど、法人の、まあ、スマホっていうのを、まあ、社員、従業員がですね、どういうふうに使うかっていうのは、まあ、何らかやっぱり会社として、法人として、まあ、特に大企業とかであれば、
ば、それをねしっかり管理する必要があると。例えば会社の中の、まあね、内部機密情報だとか、まあ、それはね個人情報の流出につながってしまうような大事な情報だとか、まあ、そういったのが、まあ、法人契約している、まあ、社員従業員のスマホから漏洩しないように、まあ、そういうこうセキュリティですよね、とかを、まあ、法人の、まあね、管理職、ですよね、まあ、情報セキュリティの管理職が、まあ、使う、まあ、そういうシステムっていうのを、まあ、オプティムは、まあ、一番の主力、システム、主力製品にしているということです。なので、まあ、この主力製品に限定して言うならば、まあ、ビジネスモデルはまず誰が顧客かって言ったらこれは法人だということですよね。 B2B の、ビジネスですということです。で、何を提供しているかって言ったら法人契約のスマホを顧客企業が、管理できるように、要するにこう従業員が使う法人契約スマホからですね、まあ、情報が漏洩しないようにとか、もしくはね、会社の業務に関係がないアプリをね、勝手にインストールしないように、まあ、ダウンロードしないようにみたいな、まあ、そういったのを、まあ、管理するのに、まあ、便利なシステムっていうのを、まあ、提供しているということですよね。で、どうやって、まあ、収益を上げてるかって言ったら、まあ、一つは自社で販売していますということですよね。まあ、さっきの、製品っていうのは、まあ、自社の、名前で売ってると。オプティマルビズっていうのは、まあ、オプティムが、自社で売ってるということですよね。あとは、まあ、ほぼ同じ IT 企業に対して、まあ、若干こう、ね、加工するカスタマイズはするかもしれないんですけれども、まあ、ほぼ同じシステムっていうのを他社ブランドの名前で、売ってるということです。だから、まあ、他社から、ね、まあ、作ってほしいと、うち専用の、まあね、スマホ、管理システムを作ってほしいということで、ね、そのブランドも相手企業の名前ですよね。で、結局このシステムっていうのを、まあ、一部カスタマイズして相手企業専用で、なおかつ相手企業の名前を使った、まあ、製品名として、まあ、作るということですよね。まあ、いわゆる OEM と呼ばれているものです。相手企業のブランドの名前の製品を、作るという、まあ、いわゆる OEM 生産という、ものもやっているということです。で、それが実際は、売上としては結構大きいということですよね。はい、ということで、まあ、Optim の最大顧客というのは、まあ、KDDI というふうになっています。はい、KDDI が、まあ、売上の 29.5% とか、直近に関しては 33.2% ということで、まあ、売上の約3分の1は KDDI 経由であるということですね。はい、ということで、まあ、KDDI ブランドで、まあ、製造した、まあ、この OEM っていうのが、まあ、実際は売上の3分の1になっているということですよね。まあ、自社で、売るときは、オプティマルビズという、ね、名前で売るわけですけども、まあ、KDDI は KDDI スマートモバイルセーフティーマネージャーという名前で、まあ、売ってるということですよね。まあ、これはもうオプティムの OEM 製品であるということを、まあ、KDDI は、まあ、明記しているということです。はい。で、まあ、オプティムは、まあ、結局 KDDI がですね、まあ、結局、KDDI の、製品名で、まあ、どんどん、法人に対して、まあ、売っていくわけですけど、まあ、実際は、その KDDI が、まあ、契約した端末数に応じた、まあ、料金の、まあ、一部っていうのを、まあ、ライセンス料、権利収入という形で受け取っているということですよね。まあ、だから、まあ、例えば、法人契約でですね、まあ、100台、1000台、とかっていうふうになっていったときに、まあ、その、1台あたりいくらみたいな感じで、まあ、KDDI が、収益を、まあ、得るわけですけども、まあ、その、一部っていうのが、まあ、要するにオプティムの、まあ、ライセンス料権利収入というふうになるということですね。まあ、これが、実際全体の売上の3分の1ということです。はい。で、まあ、時価総額に関しては、この動画を話している時点で1069億の企業ということですね。で、PER、プライスアーニングレーション、株価収益率ということで、まあ、分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ということで、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、まあ、90.6 という数値になっています。まあ、これは一つの大まかな物差しとしては 16.6 が、目安になるというふうに認識しています。いますので、まあ、約5倍高いということですよね。だから5倍割高っていう言い方もできますし、まあ、5倍期待されてるという言い方もできるということです。そして次に PBR ですね。プライスブックバリューレーシオということで、株価純資産倍率ですね。分子が株価、分母が一株当たりの純資産、ということで、まあ、一株当たりの純資産の何倍の株価になっていますかと言った時に、まあ、25倍という数字になっています。まあ、こちらに関しては一つの
の大まかな目安としては 1.25 という数字があるというふうに認識していますので、まあ、そこからすると20倍以上、割高という言い方もできますし、まあ、オプティムに対してですね、まあ、そのオプティムの一株っていうのはそれだけですね、まあ価値があるというふうに、まあ、高く評価されているという言い方もできるということです。はい、それから営業利益率に関しては今回はちょっと3年並べてみたんですけれども、まあ、2019年度、20年度、21年度ということで 1.8%、3.8%、24.1% というふうになっています。はい、でまあ、営業利益率に関しては正直業種業態によってかなり差が出る数値にはなります。それはやっぱりこう原価がどれぐらいかかるのかということが、まあ、業種業態によってだいぶ違いますので、やっぱりこう農林水産業とかっていうのは原価がかなりやっぱりかかったりしますよね。まあ、あとは製造業建設業というのも、まあ、原価が大きくかかったりするので、まあ、当然原価が大きくかかればかかるだけ利益率は低く、いい数字が出やすいということですよね。まあ、逆に M&A の仲介業とか、もしくは本当の意味での情報産業とかっていうのになると、まあ、原価っていうのはどんどん、まあ、原価率っていうのが低くなっていきますので、まあ、それだけ利益率が高くなりやすいということですよね。まあ、ただとはいえ、まあ、10% というのは一つの物差しになるというふうに認識しています。やっぱり10はできれば、まあ、投資家としては期待したいということですよね。一桁ということになるとやっぱり何か突発的な、想定外のことが起きた、時というのがあった時に、まあ、例えば2008年のリーマンショックとか2011年の、東北大震災とか、まあ、直近で言えばコロナとか、っていうのがあった時にもしかしたら赤字に転落してしまうかもしれないということがあるわけですよね。まあ、10を超えてると、まあ、そういった突発的なことがあったとしても、まあね、黒字を確保するということが、まあ、期待できるので、まあ、大まかな目安としては10というのが、目安ということになります。で今回ですね、まあ、21年度になんでこんなに数字がガンと上がってるのかっていうのは後から詳しく分析していきたいと思います。はい、で生産性に関しても、まあ、ちょっと3年並べてみたんですけれども、従業員1人当たりの営業利益ということで、それがですね2019年度が、まあ1人当たり46万円で、20年度が105万円で、直近の21年度が572万円ということです。こちらの生産性も当然ですね、使ってる数字が営業利益なので当然業種業態によってかなり差があるということですよね。まあ、ほとんど一人当たりの営業利益っていうのが、まあ、出てない企業もあれば、まあ、今回みたいな200-300万の企業も当然あれば、上はですね、まあ、1,000万、2,000万、3,000万っていう企業もあったりするということですよね。まあ、ただ業種業態によってかなりばらつきはあるんですけれども、やっぱり一人当たり営業利益率が、従業員一人当たりの営業利益が、まあ、数字が高い企業は当然生産性が高いという言い方ができると思います。はい、それから ROE ですね、リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ということで、はい、これは分子がですね、当期純利益、分母が自己資本ですね。まあ、ほとんど同じ数字で株主資本とか、純資産っていうのもほぼ同じ数字として使うことができるということです。そうすると、まあ、自己資本、株主資本をどれぐらい上手に使って当期純利益を稼いでいるかという、まあ、資金の使い方、お金の使い方の効率性ですね、の指標ということです。でこの ROE に関しては、まあ、かなりですね、実際は、まあ、投資家が重要視している指標だということで、まあ、それは当たり前ですよね。まあ、投資家にとって大事なお金を企業に投じているわけですから、投じたお金っていうのは企業に上手に使ってほしいというふうに考えるのは、まあ、ある意味投資家としては当たり前ということになるわけですよね。まあ、企業からするとこの ROE の分だけ、まあ、1年あたりの、まあ、企業価値っていうのを高めていくということです。なので、まあ、ROEが 0.4% ということは、まあ、1年会社経営やって、まあ、企業価値が 0.4% 上昇したという考え方になります。そうした時に、まあ、ROE は、まあ、大きな物差しっていうのが2つあるというふうに認識してるんですけれども、まあ、1つは 7% ですね。やっぱり 7% を切ってると、まあ、正直投資対象としてはかなり厳しいという言い方ができると思います。なぜかっていうと 7% っていうのは、1つはこのリスクに対しての対価として要求したいと
ということですよね。やっぱり株式投資っていうのは価格の上下変動っていうのがあります。結構価格が上げ下げするんですよね、需要と供給によって。ってなると、まあね、7% ぐらいは株式投資はやっぱり、リスクはあるということで、やっぱりね、国債とか社債とか投資信託よりも価格変動っていうのがありますので、その 7% の価格変動リスクに対しては、まあ、当然リターンとしても 7% 以上要求したいというのが一つです。一つの物差しが7ですね。でもう一つの物差しとしては15というのがあるというふうに認識しています。逆に15を超えてるっていうことになると、やっぱり ROE が高い、すなわちですね、まあ、企業としては資金の効率がいいっていうか、まあ、お金の使い方が上手な企業であるという言い方ができると思っています。それからすると、まあ、今回のオプティムは 0.4%、3.9%、29% というふうになっていて、ではなぜ21年度だけですね、急にこうガンと上がったのかっていうのはまた後で考えてみたいと思います。はい、ということで、まあ、21年度決算で、まあ、営業利益率、生産性、ROE という、まあ、重要指標がですね、まあ、軒並み大きく向上しているということで、なぜかっていうことなんですよね。で、結論から言うと、まあ、会計のやり方が変わってるということで、まあ、もちろん企業がですね、売上を伸ばしたっていう点もあるんですけど、それより大きいのは、まあ、今回に関して言えば、まあ、会計のやり方が変わってるということです。20年度までと21年度で会計のやり方が変わってるというのが一番大きな要因だというふうに分析しています。はい、どういうことかっていうと、まあ、今まで経費で一括処理していたソフトウェア、要するに今オプティムという社内で開発していた自社開発ソフトですよね、っていうのを以前はですね、20年度19年度っていう以前は研究開発費ということで経費で落としてたんですよね。それが21年度の決算からですね、研究開発費っていう経費で落とすんじゃなくて、無形固定資産として資産計上を始めているということです。だからやり方が変わってるんですね。だから経費の、ね、扱いっていうのが変わってるということになります。だから21年度は経費がガンとこう下がって少なくなってるんですね。はい、ということで、まあ、資産計上したことで経費が減少しているということです。だから売上から経費を引いたものが営業利益ですから、経費が少なくなれば営業利益上がりますよね。営業利益が上がれば営業利益率が上がる、営業利益が上がれば生産性が上がる、そして営業利益が上がったってことは当期純利益も上がるわけですから、結果的には ROE の数値も向上するっていうのが今回で言えば一番最大要因というふうに分析しています。はい、8億円が無形固定資産に計上されたということですよね。まあ、これは以前からやっていれば過去との比較っていうので、成長性っていうのを測ることができるんですけど、19年度20年度っていう過去はこういった、会計処理っていうのはやってないんですね。21年度で突然こういった会計処理っていうのをやってるということです。今までだったらこの8億っていうのは、まあ、販売管理費とかで、まあ、結局経費として落とされてたはずなんですよね。だから売上から経費を引いたら利益なので、経費が多ければ当然利益は少ないということになるわけですけれども、まあ、21年度に関してはこの8億っていうのは経費で落とされてなくて資産に計上されているということですね。で、まあ、法的には何の問題もないということです。別にソフトウェアっていうのを資産計上している企業っていうのはいっぱいありますので、まあ、はっきり言って何の問題もないんですね。まあ、たとえ一時的に資産計上したとしても、まあ、その次の年から3年かけて減価償却して結局経費で落ちていくっていうことになりますので、まあ、8億を1年で、まあ、一括で経費にするのか、それともまあ3年かけて経費にしていくのかということで、まあ、結局ですね、まあ法的には何の問題もないんですね。ソフトウェアっていうのを経費ではなくて資産計上している企業もいっぱいありますということです。ただ大事なことっていうのは、私たちは将来の株価を予測したいわけですよね。で、将来の株価を予測したいって言った時に成長性っていうのが一番大事なわけですね。成長し続けると、かなり大きく成長するというのであれば、ね、今の株価、例えば PER90 倍とか、そういったのはすごく合理的であるというふうに判断できるんですけれども、成長性が、まあ、疑問が持たれるということであれば、ね、もう株価はこれ以上上がらないんじゃないかっていう判断の拠り所っていうのは全ては成長性なんですよね。で、その成長性を判断したいといった場合に、以前と今回で会計のやり方が変わっている場合は、まあ、利益率が高まったとか生産性が向上したとは言えないということですね。で、数字は上がってるんですよ。営業利益率が上がりました、生産性が上がりました、 ROE も上がりました。でもそれ
それは今までと今回で会計処理のやり方が変わってるわけなので比べられないっていうことですよね。だから比べあすごくなんか急に良くなったのかなっていうふうに判断できないということです。はい、では投資家として本当の成長性を測る別の物差しはないのかって言えば、まあ、もちろんあるということですよね。それ何かって言えばもう現金です。現金を見るということが、まあ、結果的には今回の解決法ということになります。はい、これはもう一般原則として損益計算書は意見と現金は事実ということですよね。だから損益計算書っていうのは結構こう解釈が分かれるんですよね。これは、ね、例えば経費でになるのかならないのかとか、これは資産計上できるのかできないのかとか、もしくは、ね、これは、ね、今期の売上になるのか来期に持ち越されるのか、もしくは今期の費用になるのか来期の費用になるのかとか、結構こう解釈によって分かれるわけです。だから、まあ、例えば経営陣とか、もしくは会計を行う、まあ、経理担当者とか、もしくは税理士とか監査役によって、ね、まあ、正直、まあ、今回の8億に関しては一括で経費で落とすのか3年かけて減価償却するのかとかっていうのは、まあ、法的にはどっちでもまあ認められるんですよね。結局同じことにはなるわけです。そう、例えば3年後とか見れば、だから結構こう数字っていうのは、まあそのね、経営陣の考え方とか経理担当者とか税理士とか、もしくは公認会計士とか監査役によってまあ分かれるということです。ただ現金は事実だということですよね。1年前はいくら現金があって、ね、そして今年度末はいくら現金があったのかっていう現金だけはもうこれは事実なわけです。だから人によって意見が分かれないということですよね。だ今回の場合は損益計算書はまあね、はっきり言って解釈によって会計処理が変わってますから、だからまあ比較対象としてははっきり言って使えないということになるわけですよね。だったら現金を見た方がいいということです。はい、そうするとまあ現金に関してはプラス 1.9 億というふうになっています。一番まず右からちょっと確認していきたいと思うんですけど、一番右の列ですねは現金と残高というふうになっています。こちらの残高が3億5億17億18億20億16億11、12、14というふうになっています。すごくなんかね、数字が営業利益率とか、生産性とか ROE の数字が良かった21年度っていうのは、まあ現金が12億から14億になっているということで、まあ、これがプラス 1.9 億であるということですよね。だからこの年に急激になんかね、利益率が上がったとか生産性が高まったとか ROE がものすごい急上昇したっていうのはこの数字から見て本当はなかったっていうことです。はい、で今度は一番下の、ね、行を、今度は横に見ていきたいと思うんですけれども、はい、2021年3月っていうのを一番下の段をですね、今度は、左から右に横に見ていきたいと思うんですが、営業利益は18億ということで、これは今までの営業利益と全然違う数字が出てますよね。今までは9000万、1億、4億、5億、6億、4億、9600万、2億、18億ですから、だから2021年度っていうのはものすごい営業利益が良かったということになるんですけど、ね、それが次のフリーキャッシュフローっていうのはちょっとその後の営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを先に見た方が分かりやすいと思うんですが、フリーキャッシュフローっていうのは営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフローなんですね。なので、まあ、営業キャッシュフロー、これは本業のお金の、まあ、儲けを示しています。本業ですね、オプティムであれば、まあ、システムの開発、納品、っていうのが本業ということになりますけど、本業の営業キャッシュフローがですね、これが1億、2億、4億、2億、3億マイナス4700万、マイナス2億、4億、13億ということですごく大きくなってますよね。でなんで突然13億って大きくなってるかって言えば、一番左の営業利益が18億っていう風に急激に大きくなってるからということです。それにはまあプラス8億のね、無形固定資産の資産計上っていうのがすごく大きくなっているということですよね。前の年が4億3000万の現金儲けですから、だからそれにプラス8をすれば大体ね12億とかっていう風数字になりますよね。なのでまあ結局そこが、まあ結局会計処理が変わったことによって本業の営業キャッシュフローっていうのがすごく数字が大きくなってるんですね。ところがその隣を見ていただいたら投資キャッシュフローということで、じゃあ今度はじゃあ何かにね投資しましたかと、例えば有形固定資産
とか無形固定資産に対して投資しましたか、その投資した現金っていうのが投資キャッシュフローということになるわけですね。そしたらこれも急激に大きくなってますよね。マイナス11億というふうになっています。以前を見たら、まあ、マイナス1億で、マイナス500万、マイナス1300万、でマイナス 1.8、1.5、マイナス 3.9、 2億、マイナス 3.6 で、突然ここもまた8億ぐらい大きくなってますよね。投資キャッシュフローっていうのが結局ここで相殺されてるってことになるわけです。だから本業はプラス8億になってるんですけど、でも無形固定資産に8億け、ね、結局投資しましたよねっていうことで、プラス8マイナス8でここで相乗、結局相殺されてるわけです。だから現金があんまり増えてないっていう状態になるわけですね。はい、ということで、まあ、現金の流れということで、会計処理の変更で営業キャッシュフロー、本業は結局経費が減ったことで大幅増加してるんですけれども、しかし無形固定資産に投資したっていう、会計処理になってますので、投資キャッシュフローは大幅減少したということですよね。だからここでプラス8億、マイナス8億が、まあ、言ってこいで、相殺されているということです。はい、よって、まあ、事実である現金は結局プラスマイナスが相殺されて、プラス 1.9 億という現金の流れになっているということです。だから、21年度3月がですね、ものすごく突然いい好業績になったとか、すごいなんか急に急成長を始めたっていうわけではないということですね。要するにオプティムは21年度で急に生産性が向上したわけではないということです。はい、でオプティムの生産性は、まあ、低いとまでは言わないまでもですね、決して高いとは言えないということです。まあ、1人当たりの営業利益とかっていうふうに見たときにですね、まあ日本の中にはですね、まあ、上場企業だけでも3700社ぐらいありますので、まあ、その3700社の中で見たら、まあ、低いとまでは断言しないですけれども、まあ、はっきり言って高いとは言えないということです。でなぜ最先端のシステムを開発していながら生産性が高くないのかということで、ね、もう結局 KDDI に対してですね、結局製品システムを作ってそれを納品したりとかしていたりするわけですよね。まあ、情報技術のある意味最先端っていうのを、まあ、走ってる企業の一社です。にもかかわらず生産性が高くないということですよね。利益率、生産性、 ROE は決して高いとは言えないということです。それなぜなのかっていうことなんですけど、まあ、理由は、まあ、労働集約型だからということですよね。要するに作ってる製品は情報企業の、ね、情報産業の最先端の製品システムを作ってるんですけど、働き方自体はサービス業だっていうことなんですよね。一言で言うと、はい、従業員の8割が、まあ、エンジニアということで、極めて労働集約型の、まあ、技術系労働集約型企業という言い方ができると思います。でかなりこう、ね、バランスがこう偏ってますよね。他にもね、例えば営業販売とか、ね、もしくはマーケティング担当とか、いろんなね、もちろん管理職みたいな、人もいる中で、まあ、実際社員従業員の8割がエンジニアということは、ほとんどの人が、まあ、プログラミングを打つという、まあ、業務をやってるということですよね。はい、なので何か法人から受注を受けました、ね、で、まあね、エンジニアを増やす、でまた別の案件を受注しました、でまたエンジニアを増やすということを、まあ、ずっと今まで続けてきて、でエンジニアが増え続けて、で案件が増え続けて、で 今までいっぱいいろんなシステムを作り続け、技術を保有し、で特許も保有、たくさん保有しているという、まあ、そういう業務工程になっていたということですよね。はい、でまあ、少数の製品だけを企業全体で全力で売りに行くっていうわけじゃないということですよね。そうね、うちの主力製品はこれだみたいな、まあね、アップルとかが一番わかりやすいですよね。アップルとかは iPhone っていうのがもううんと売り上げの 50% とか、占めていたりするので、まあ、アップルイコール iPhone みたいな感じで、やっぱ iPhone っていうのを本当に全力でね、まあ、売りに行くわけですよね。まあ、ああいう企業が一番わかりやすいと思うんですけど、まあ、オプティムはその対極にあります。ね、いっぱいいろんなシステムをね、まあ、受注があるために作り続けているということです。はい、企業からの案件を受けるたびに、まあ、次々にシステム開発をし続ける、まあ、受託型企業であるということですね。はい、だから開発してるシステムは最先端のものだったとしても、企業体質は、まあ、労働集約型ということで、とにかく企業の中でエンジニアがたくさんいて、エンジニアが常に、ね、みんなで一生懸命、まあ、プログラミングを書いているという状態になっているということです。だから生産性が高くならないということですね。まあ、生産性っていうのは1人当たり営業利益なので、当然従業員が増える、エンジニアが増えれば増えるだけ分母が大きくなりますから、なので生産性が上がっていかない、だから利益率が上がっていかない、 ROE が上がっていかないっていうことになるということですよね。
で、まあ、オプティムの社長曰くということで、まあ、弊社は新しいいろいろなことに挑戦し続けるわけのわからない企業ですということを、まあね、はっきり言葉でおっしゃっています。これかなり珍しい、セリフだと思うんですけど、社長自らわけのわからないっていう言葉をね、使うっていうのはかなり珍しいというふうに認識しています。で、わけのわからない企業ということで、もちろんですね、まあ、創業者兼筆頭株主ということで、まあ、ご自身がですね、依然として株を 60% 以上保有していらっしゃいますので、まあ、そのね、創業者兼筆頭株主の社長が意思決定すれば、まあ、はっきり言って会社をわけのわからない会社として経営し続けるということはまあ可能なんですよね。ただわけのわからない会社っていうのと、まあ、オプティミズムっていう、まあ、社名の由来の一つになった最適化っていうのは、まあ、矛盾してないのかっていうのが、まあ、一つ、単純な疑問としてあるっていうのと、何よりですね、わけのわからない会社っていうのは株価が長期的には上がっていかないんですよね。もうこれ結論が出ています。過去の統計から言って、まあ、株式市場の長い長い歴史から言って、まあ、わけのわからない会社、要するにもうたくさんの、事業をやってる、まあ、複合企業ですよね。もうコングロマリットっていうのは、まあね、株価が長期的には上がらないんですよね。もうこれはもう長い株式市場の歴史、過去の統計から言ってもこれはもう結論が出てることです。なぜかっていうと、まあ、日本の上場企業だけでも3700社あるわけです、ね、だから投資家っていうのはたとえやってることが日本株に、特化したとしてもですよ、ね、投資って本当はいろいろあるわけですよね。国債も選べるし、投資信託も選べるし、不動産も選べるし、株って言った時でもね、日本株、中国株、米国株、選べるわけですよね。いろいろ選べるわけですよね。それも現物とか先物まで入れたらもうほぼ無限の中から選べるわけですけれども、まあ、仮に絞りに絞って日本株だけですと、自分は投資は日本株しかやってませんという投資家だったとしても上場企業3700社の中から選べるわけですよ。で、その3700社の中でわざわざわけのわからない企業1社を深く理解するためだけに多大な時間を使いたい投資家はいない、まあ、いないとは言わないですけど、まあ、ゼロとは言わないですけど、はっきり言って少ないですよ ね。1日1社分析していったとしても3700社ってなったら10年かかっちゃうわけですから、ね、だからなので、ね、いやこの企業よくわかんないなみたいな企業にずっと、ね、自分の大事な時間っていうのを使い続けたい投資家は、まあ、数学的にゼロとは言わないですけど相当少ないと思うんですよね。だからそもそも1社でたくさんのやることをやるっていうのは、まあ、経営の原則にも反しているということです。だからまず投資家から理解されにくい企業っていうのは投資家が投資したいと思いにくい企業だし、投資家が理解していることっていうのはそもそも1社でたくさんのことをやるっていうのは経営の原則に反しているということですよね。投資家は自分のお金を持ってるわけですよ。投資家は自分のお金を持ってるわけです。で、もし分散させるんだったら投資家は自分のお金を自分の意思で分散させたいわけですよ。で、それが1社でたくさんのことをやるってなると会社が分散させてますよね。大事なお金資産会社の方で分散させるぐらいだったら、ね、自分のお金を自分の会社に投資したい、自分でどうせ分散したいっていうふうに考えるわけです。で、まあ、結局過去の株式市場の長い歴史から考えても過去の統計から考えてもこういう経営の大原則に反している企業っていうのは長期的には株価が上がらないんですね。短期的に 1,2 年単位だったら上がったり下がったりっていうのは需要と供給で上がったり下がったりします。ニュースだとかチャートだとかね、っていうので上がったり下がったりしますけど、長い目で見た場合はやっぱり株価が二次曲線で複利で伸びてる企業っていうのは、まあ、絶対原則通りやってるんですよね。だから一社でたくさんのことをやるっていうのは経営の原則に反してて、結局その企業の企業価値が長期的には上がっていかない。だから投資家はまあ好まないんですね、一社でたくさんのことをやってる複合企業、コングロマリットっていうのを。はい。で、まあ、経営の原則っていうのは何かって言ったらもうね、選択と集中です。もうこれがもう結論は出てることです。はい。どれほどの大企業であっても、無限の経営資源を持ってるわけではないんですね。それは、たとえ時価総額1位のアップルだったとしても、人物、お金、時間、情報が無限にあるわけではないわけですよ。だから iPhone っていうのにすごいやっぱり経営資源をたくさん投入するわけですよね。ね、それがまあ無限だったら無限にやればいいんですけど、ね、人物、お
金、時間、情報が無限にありますと。無限にあるんだったら無限にやればいいんですけど、無限じゃないわけですね。物理的に有限なものしか持ってないわけですよね。まあ、特に1日24時間なんてもう本当限られてますし、本当一人一人の脳の情報処理能力なんて悲しいぐらい少ないわけですよ。だからその有限の経営資源っていうのでみんな会社経営っていうのをやってるわけです。これがもう大前提中の大前提ですよね。で、有限なのに成長させていかないといけないわけですよね。有限の人物お金時間情報を使ってそれを投資しながら成長させていかないといけないから、もう絶対集中するしかないということです。はい、故に、まあ、やりたいけれどやらないことっていうのを決める必要があるわけです。大事なことはやりたいことを決めることじゃなくて、やらないことを決めることが大事なんですね。はい、なので、まあ、戦略っていうのはもう略っていう字が入ってます。文字通りもう略することなわけです、ね、だからこれをやりますっていうのは戦略じゃないんですよね。これはやりませんっていうのが戦略だということです。なぜならそれは自社は世界1位になれないからとか、日本1位になれないとか、市場でトップシェアになれないから、だからそれはやらないっていう略することが戦略ということになるわけです。やらないことを決めることで限られた経営資源を最も投資対効果の高い本質の2割だけに集中投下するということで、まあ、Apple で言えばもう iPhone ですよね。まあ、あそこが、ね、売上の 50% を上げてるわけですから、まあ、だったらもうそこに、ね、大事な経営資源のかなりの部分っていうのをまあ集中投下するっていうのはまあ必然ということです。はい、で、まあ、機械に強みを集中させるということで、まあ、自社がやれることで何か市場に機会チャンスはないか、それに対して自社が1位になれるものですよね。その技術、卓越した技能っていう強みをもう全集中させるっていうのは、もうこれが経営の原則です。この原則に限りなく近い経営をやってる企業っていうのは、まあ長期的に持続的に企業価値を上げ続けるので、結果的には株価も複利で上がっていくということになります。はい、で、まあ、弊社はわけのわからない会社ですと言ってしまうのは、弊社には戦略がありませんって言ってるのともう同じなんですよね、はっきり言って。故に戦略のない企業に長期的に投資したいと考える投資家は少ないということです。持ってる技術がですね、まあ、オプティムの場合は一流です、特許もいっぱい、取得してますし、ね、KDDI とかにね、そのプラットフォームとかっていうのも納品してるわけですから、まあ、持ってる技術は一流なんですよね。だからこれからもエンジニアを増やし続けながら売上を伸ばし続けることは予測できるということです。持ってる技術が超一流ですと。だから案件は来るわけですよ。で、それを受注する、っていうことはずっとこれからも続けていくんだろうなっていうことはまあ予測できます。ただ今後の生産性向上、1人当たり営業利益とか、もしくは企業の利益ですよね。本当今回で言えばその会計上の利益っていうよりは、まあ、営業キャッシュフローっていう言い方をしてもいいと思うんですけど、その本業の現金ベースでの儲け、これがずっと年単位で成長し続けるっていうのは、まあ、見通せないということですね。よって今以上に株価が上がり続けていくっていうことも考えられないということです。はい、故に、まあ、今の株価近辺での上げ下げを繰り返しながら結局横ばいが続く可能性が高いということで、持ってる技能が一流だから案件は来ると思うんですね。で、それを受注して、それでそれに対してシステムを作り続けて売上が上がりましたってことは続いていくと思うんですけど、利益がこれからずっと成長し続けるっていうのは見通せないんで、結局売上上がりながら利益率がいまいちっていう状態で、まあ、横ばいが続く可能性が高いというふうに見ています。はい、以上株価予想をまとめると、まあ短期に関しては下げ止まったということで、まあ、横ばい、ですね。なので、まあ、横ばいが続くんではないかということです。長期に関しては、まあ、利益、まあ、今回で言えば営業キャッシュフローの成長っていうのが見通せないということで、まあ、横ばいの可能性が高いという上に、まあ、短期的には横ばい、長期的にも横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回のテーマはオプティム株価予想ということなんですけれども、まあ、1903円からなんですが、まあ、1800円と2000円の間を上げ下げしながら1958円というのを今回の予想というふうにしたいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。 Thank you.